んじゃない、こんにちは、Nです。今日は私が持っているApple Watchのバンドのご紹介をしようと思います。もうこんなに集まってしまいました。今私が使っているのが、Apple Watchの第7世代かな。で、私はステンレスがいいので、アルミの方が軽いのではあるんですけれども、ステンレスをチョイスしています。実は第2世代のステンレスのアプローチがどうも壊れてしまい、どうしてもねすぐ落ちちゃうんですよ。で、アップルウォッチのリペアのお店に行った時に、最初はバッテリーが古くなったのかなと思ったんですけど、バッテリー問題ではないらしく、基板に、まあ故障が見られるので、これはもう替え時かなと思いまして、新しい第7世代に変えたといったところです。アップルウォッチの正規のお店で買いまして、このステンレスバンドは正規のステンレスバンドです。マグネットで非常につけやすくて、マチュアな感じが大人っぽくていいなと思いました。で、似たものを実は中国のサイトで購入しておりまして、それがこちらと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 、あとこれとこれと、これとこれですね。これもそうかな、これもそうですね。どんな感じになるかですね、それをお見せしようと思います。正規店で買った最初のアップルウォッチがこれです。スポーツバンド、白くてすごく清潔感があっていいなと思いました。これはね、よくはめていたので汚れてしまって、拭いていたらちょっと青くなってしまったので、なんかあんまり使わなくなりました。でも夏とかすごく爽やかで、冬でもそうなんですけど、爽やかさが好きで、本当に好きなバンドです。次にこの革バンドですが、これも正規店で、さっきの白いバンドを買った時に同時に買ったものです。どうしてもね、エルメス調のバンドが欲しくて、エルメスでない革のバンドで似たようなものがこれだったので、これを購入しました。これも結構つけていたので、少しちょっと汚れてるんですけど綺麗かな。次に買ったのがエルメス風の二重巻きです。本当にこれはよくはめてましたね。グレージュが美しいなぁと思って、で、ステッチもよく見ると、エルメスの優秀なステッチとは異なるとは思うんですけれども、十分満足のいくバンドでした。で、スポーツする時もずっとはめてたので汗が染みついちゃって、申し訳ないなと思ったぐらいなんですけど、でも今でも使えるので持ちこたえてますね。革です。シックな服よりもポップな服に合わせると、そのギャップが美しくてよく使います。次に買った二重巻きがこれですね。これが優しいピンクがいいなと思って、これも随分使ってます。これをしてるとね、人に褒められるんですよね。女性に褒められたバンドで、すごく綺麗でいいなと思いました。これはステッチ、これもステッチが悪くないんですよね。で、これもジムでワークアウトしてる時まではめていたので、本当に汗の染みついた革になってるんですけど、でもすごく綺麗に使えてて、本当にお気に入りのバンドです。今でも使います。で、再びというか三度二重巻きで、これも先ほどと同じようなパターンで3色ですね。で、ブルー、
これは なぜ、ブルーを買ったのかというと、去年オリンピックのボランティアをした時にユニフォームがブルーっぽかったので、ブルーを基調にしたユニフォームだったので、それに合わせる必要もなかったんですけどなんとなく買いました、うん、これもなんかピックばっかりだと飽きるのでブルーにたまにするんですよね。すごく気分が変わっていいです。すごくなんとなく元気な感じもするし、すごくこれもお気に入りです。次にオリンピック関係というか、自分の中でもオリンピック関係なんですけど、これもブレーデッドソロループを、これもアリエクスプレスで買いました。これもオリンピックのボランティアをするときに、この SDGs を意識してこんなのしてたらかっこいいだろうなと思って買ったものです。で、私のサイズは4番なんですけど、これもアリエクスプレスで買ったんですが、で十分機能的にも優れていて、スッとダブルだとはめるのに時間が少しかかるんです。かかると言っても、まあ、一瞬ですが、それよりもこれだともう輪っかになっているので、スッとはめられるのがすごく朝の忙しい時に便利だなと思いました。それになんとなく SDGs 的なのが今に合ってますよね。ということで、これもボランティアやる前になんとなく買ったものです。次にこれもアリエクスプレスで買ったものです。これはカバーも一緒に買いました。ゴールドです。ゴールドに一度したくて買ってみましたが、機能的には全く問題ないんですけれども、そうですね、あまりすることがないですね。で、常にサビが来ていますね。あまり使わないですね。まあ、でも一つのチョイスとして持っているのはすごく悪くはないものですよね。ただシルバーの上につけているというのがありありですよね、はい、次に珍しく黒です。これも何世代目かのエルメスのバンドの蝶のものです。本当にね、革なのでいい革の香りがするんですよ。よくまあ中国製なんですけど、よくできてるなとか思って、ただはめていったことはなんとゼロです。なんとなくデザインは面白くて買ったんですけど、本当に手が伸びなくてね、そういうのもあるんですね。ということで、持ち腐れのブラックバンドです。そして出ましたエルメスオレンジ、すごく元気が出るビタミンカラーでいいなと思って、シリコンのバンドは私本物というか公式アップルのものを持ってるんですけど、何ら遜色ないです。だからまあこれは自己責任でお求めいただきたいんですけれども、アリエクスプレスで買ってしまうのも一つの手かなと私は考えています。本当にね、何ら遜色ないです。もしかしたら製造元同じなんじゃないかなと思うぐらいですね。で、一緒に白いバンドですね。だから私の公式ホームページで買った白いバンドが汚れてしまったので、白を買おうと買ったんですけど、アリエクスプレスで間違えられてミントグリーンが来ました。だからこれはなんかまたどこかで人に差し上げようと思っています。あんまり使わないかなと思うんですけどね、いかがでしょうか。あんまりミントグリーン使うかな。ということで、これはまだ開けずにというか、一回開けましたけども、取っといておいてあります。そしてこれが革の白ですね。最近出たアップルウォッチのバンドの機能と同じ機能のあるワンタッチで外すことができるバンドです。コバの部分が、まあ、これも綺麗にはできているのかなといったところですが、
白いバンドが汚れてしまったので、まあ革で白を買おうと思って買いました。これもアレイエクスプレスです。ただね、これ取るときは簡単なんですけど、つけるときが非常に難しくて、本当に時間がかかってしょうがないので、朝忙しいときにはめるのがちょっと至難の業です。それが少し難かなとか思いますね。で、例えばこうはめます、こうやって取るんですけど、すごく取るのはすごく簡単なんですけど、つけるときが難しくて、とても難しい。こことここを合わせる、こことここを合わせるんですけど、なんかね、よいしょ、合わせるんですけど、バンドがきっちりになってると非常に合わせにくいんですけど、こうやってはめるんですね。これに時間を要すってことがあります。これを紹介してなかった気がする。これがブレーデトソロループですの、パープルですね。すごく落ち着いた色合いで、秋とかすごくいいかなという気もしますね。夏は元気なビタミンカラーでいきたいところですけれども、秋冬はこれはいいかなと思いますね。そして最後に、今よく使っている公式サイトで買った時に一緒に購入したステンレスの、なんだっけですね、すごく気に入ってます。個人的な好みはこれとか、この二重巻きのものとか、あと白ですね。白はいいですね。これもシックで好きです。ということで、まあ、電池切れしてしまっているので大きさの比較があまりできないんですけれども、同じサイズ、そのここのサイズがですね、この幅のサイズはほぼ同じなので、この時に買ったバンドがこれで全然使えるのがすごく便利です。これからも増えていくことと思います。ということで、私のお気に入りのアップルウォッチのバンドでした。ではでは。